新たな力の目覚めです。どのペルソナですか？このペルソナでよろしくお待ちください。このペルソナでよろしいです。それではお待ちください。やめるのですか？選手を見るのですか？さあ、閲覧なさい。ご覧なさい。このペルソナを引き出すのですね。お持ちください。どうしますか？では、ごきげんよう。書いておこう。では、東四郎、ブリーフィングよろしくだ。今回の作戦も簡単に言えば、マリエの城に攻め込んだ時と同じ。城下で敵を誘導し、その隙に城内へと潜入。潜入するのはもちろん僕らだ。そして城内でヨシキの首を取るか。問題はない。町での誘導は私たちが助けた人たちにお願いするんだよね。そう、ユキさんに協力してもらって準備は整ってる。あとは僕らが合図さえすれば作戦スタートだ。でもどうやって潜入するの？城は堀で囲まれているけど。え、水着持ってきてない？いや、この江戸の風景に水着など邪道。ここはやはりふんどしを。一人で締めていいぞ。残念だけど、それだと石垣を登ったりでもたつく間に一網打尽だ。実は城へ続く隠し通路があるんだ。そうですよね、ユキさん。ええ、東四郎さんの読み通り、町から城へ抜ける道がございました。ヨシキ自身は空を飛んでたけど、手下どもはそうはいかない。渡れない堀を作るほど用心深い奴が護衛を連れ出す術を用意しないわけがないからね。冴えてるな、東四郎。でもよ、やたら隠し通路とか隠し扉とかそういうの多くね？父さんは政界での立ち回りも私生活も法や常識の抜け道をうまく使う人だった。僕が父さんをそう認知していることが影響してるのかもしれないね。僕は父をそういう人間と知っていながら、
ずっと目をそらしていたんだ。東四郎。だがお前はそんな父親と決着をつけに行くんだろう。ああ。僕はそのために準備してきた。おお、皆さんお揃いでやんすか。君たちは最後にご挨拶をと思いまして。みんな手はずは整っております。あとは合図を待つばかり。いよいよ結構でやんすね。よろしくお願いするでやんす。本当にありがとう。私たちが必ず答えるから。この作戦の成功はあなた方の頑張りにかかってる。僕たちは必ずヨシキを討ち取ってみせる。一緒に戦おう。えい、ディアンス。でも一つだけお願いがあるんだ。危ないと思った時は迷わず逃げて、命を捨てるようなことはしないでほしい。へい、約束ディアンス。皆様もお気をつけて。もうすぐ作戦開始だ。頼りにしてるよ、どうしろ。同じくだ。ああ、そういえば今回の作戦名だけどさ、バキバキドカバキ作戦っていうのは却下だ。なんで？君のセンスは知性に欠ける。それにすでに作戦名は考案済みだ。そう、フルディスガイズザ・ミスディレクション作戦に。ダサな、スタイリッシュだろう。声に出せばわかる。さあ読むんだ、ほら。うわー、東四郎が激ダサハラスメントしてくる。なんだその悲しすぎるハラスメントは。なら他の案はどうだ。実は80通りほど。またやってんのかあいつら。あらあら。では皆さんの準備ができ次第合図をすることにいたします。戦いの火蓋が切られればもはや後戻りはできません。どうか万全の備えを。書いておこう。ここから先はスピード勝負だ。一気に駆け上がるぞ。先ほどスカル君から教わったストレッチを入念に行っておいた。すでに足はつりそうだが問題ない。問題起こりかけてんじゃねえか。そういえば陽動作戦ってまた変装しなくていいの？どの道城まで行けば変装だけで乗り切るのは無理だ。それに下手に姿を変えれば戦闘では動きづらく不利だから、僕らはこのまま行く。僕らはって？いたぞ、やつらだ。やっべ、見つかった。仲間呼ばれちまう。てめえ、てめえのクセ者どもがあちらに。あちらにって、私たちはここだぞ。なんだ、この賊どもがこっちにも。申し上げます、松衆に賊どもの格好の奴らが溢れて、うろたえるな、まとめて引っ立てんか。ですが数が多すぎます。なるほどね、地中のみんなを私たちに変装させたってわけか。古典的だが、木を隠すなら森だ。呉服屋の主人やユキさんの協力も得て用意してもらったけど、なんか見た目が前衛的というか。デザインでは俺も協力させてもらった。我ながら悪くない出来だと感じている。私、あんなに人相悪いかしら。これは単に外見を似せればいいというものではない。他者から見た自己の投影、新たな視点から真の己を見出すのだ。そう、これはまさにセルフポートレートの新たな形と言っていいだろう。ちょっと何言ってるかわからんな。出た、お稲荷の芸術バカ。
褒めても何も出んぞ。よし、陽動はうまくいってるぞ。ここまでは計画通りか。あとは我が輩たちがヨシキの城へ潜入するぞ。バキバキミスディレクション作戦、うまくいってるみたいだね。名前折衷庵になったんだな。ではユキさん、案内を頼む。ええ、こちらへ。着きました、こちらです。え、ここ？それっぽいの何もなくない？この古井戸の底から城の中へ出られるはず。こんな普通の路地に紛れるように隠されているのね。ユキさんの案内がなかったら絶対わからなかったね。さあ参りましょう、民たちの変装が効いているうちに。ユキさん、本当に城の中までついてくる気ですか？この先はとても危険な戦いになる。町の人たちと一緒にどこか安全なところに隠れていては。あら、自分に嘘をつくなっておっしゃったのはあなたでしょ。私はこの手でみんなを救いたい。そして何よりこの目で見届けたいのです。藤四郎さん、あなたの戦いを。僕の？なぜでしょうね。けれどこの思いは譲れません。どうかご一緒させてください。しかし、あなたの身に何かあったら僕は。ねえねえ、あの雰囲気ってもしかして大人の恋愛ってやつ？素敵だよね、なんか憧れちゃう。恋というものは押し引きが重要と聞く。そこだ、藤四郎、押せ。食いつきすぎだろお前ら。聞こえてるぞ君たち、勝手に的外れなことを。わかりました、そこまで言うなら止めはしません。ですが無茶だけはしないように、身の安全を第一に考えてください。四郎さん、あなたもお気をつけて。ではご案内しましょう。よし、うまく入れたな。ここからが本番だ、敵の反応もそこら中にある。どうしたのユキさん？変だわ、私がいた頃と構造が変わっていた。私がいた頃？シロだ、出会え出会え。早速か。ここをやるしかないな、構えろ。Working on the thoroughfares, move our way or think.
書くか。この状況は任せろ。引導を渡してやる。ドロー。よし行きます。よし。チェックメイトだ。よし。この状況は任せろ。
光れ我が半身。意を示せドロOkay! 敵撃破を確認!
ペルソナアルセール。はいが、この状況は。よし。これもまた私。さて。数が多いわね。ここは一旦身を潜めよう。正面からやり合うことはない。ナビ君、カメラの端末から城の構造を探れないか。今調べてるんだけど、ダメだな。侵入を警戒したのか、アクセスが遮断されてる。となると手探りで進むしかないが、どうする？先行して僕が調べる。安全なルートを見つけてこよう。危険だよ。やれるの？無論だ。逃げ回ることに関して僕の右に出る者はいない。なんて悲しい自慢。私も行かせてください。目を配る人間は多い方がいいでしょう。なら俺らはここでもう一暴れすっか。すまない、少しだけ時間を稼いでくれ。書くか。